この後はウルトラマンコスモス。整備してもらってすっかりリフレッシュしちゃったよな、ゴン。これからユウキ君にゴンを預けて基地に戻ります。ゴン、行くぞ。なあ、ゴン、なんてなんだか本当の友達みたい。やつにとっちゃ昔からの親友なんだ。お子ちゃまってことですよ。でもね、長年メカと付き合ってると妙に愛おしくなるんですよ。そんなことだから女の子と縁がないのね。そんな、ひどい。高センターの軌道確認。またしばらくお別れだな。でも、ゆうきくんにとってもお前は親友だもんな。我慢しなきゃな、大人の僕が。はい、武蔵。武蔵、すぐにいるんだ。は？どうしたんだ、ゴン。すぐに SRC の医療施設に運び込まれた武蔵隊員は、カオスヘッダーに取り憑かれていないか、あらゆる方法で検査された。川谷さん、一体僕は精密に検査した結果判明したことがある。
武蔵、ひょっとしてお前ウルトラマンモス健康体は心配すんな、カオスヘッダーは取り付いてない。しかしなんでカオスヘッダーはお前なんか狙ったんだろうな。忍ぶリーダーだったらその美しさに惚れ込んでってことはあるかもしれんが、さあ僕がウルトラマンコスモスだってことを知ってカオスヘッダーは気分でも悪いのか。いや、あの僕に取り付いてなかったってことはカオスヘッダーはどこ行っちゃったのかなって。さあな、それはお前たちの専門だろう。カオスバグの時にはゴミにも取り付いたんだってな。あの僕のゴン、クレバーゴン。あそこだ。ゴン、ゴン、ゴンはどこに。いや確かここに置いたはずなんだが。あれ、なんだこれ。おかしいな。ゴン、ゴン、カオスヘッダーが取り付いたのか。どうしてあんなおもちゃに。ゴンはカオスヘッダーが僕を狙っているのに気づいて助けてくれたんじゃ。武蔵、ちょっと待って。クレバーゴンは何を始めるつもりなんだ。おそらくカオスヘッダーの影響で急激に巨大化した体を維持するエネルギーを自動車から得ようと。もうおもちゃのクレバーゴンじゃない。コンディションレベルオレンジ、チームアイズ出動。了解。やめろ、やめるんだ。待ってろ、今カオスヘッダーを取り除いてやる。なぜだコスモス、なぜなんだ。今の君に友達は撃てない。ゴン、カオスヘッダー反応か。クレバーゴンの人工知能のコアとも呼べる高密度のバイオチップからです。ショックビームで電気回路を麻痺させるわ。了解、スタンバイ OK。 発射。
ップ。クレバー号が動きを止めました。カオスヘッダーが取り付いたにしては、脆すぎだな。キャップ、クレバー号は機能が停止しているわけじゃありません。なんだと？嵐の前の静けさか。目覚ましたか。ゴーはどうなりました。大丈夫だ。チームアイズのみんなが対処してる。お前傷が。離してください。クレバーゴンはその体内に取り込んだ物質をエネルギーに変換しています。大暴れの前に力を溜め込んでるってわけ。やはり破壊するしかないか。待ってください。ゴーを破壊しないで。相手は生物じゃない、機械だ。暴れ出す前に破壊すべきだろう。みんな覚えてるでしょ。ウルトラマンコスモスならカオスエッターを切り離せるはずです。でも前みたいにうまくいかないかも。なぜそんなことが。カオスエッターはバイオチップのミクロの神経繊維に取り付いている。たとえカオスエッターを取り除けたとしても、少しでも周りの回路に影響を与えたら人工知能は破壊されてしまう。その結果さらに奴が凶暴化する可能性は。おい、ダメなのかコスモス。土井明さんが言うようにあなたでもゴンを助けることはできないのか。あの奇跡をもう一度起こせれば。あの奇跡でも救えないのか、ウルトラマンコスモス。武蔵、クレバーゴンを救うには信頼と勇気が必要だ。武蔵、クレバーゴンのことを聞いたよ。わかるよ、最愛の友を手にかけなきゃならないお前の気持ち。川谷さんに何がわかるんですか。俺はお前、今は研究班だが昔臨床医だったんだ。その頃友達が重い病にかかってな、俺に手術してくれって頼み込んできたんだ。少しのミスが命取りになる難しい手術だった。それで川谷さんはどうしたんです。情けないが逃げちまった。他の先生に手術を任せてどうしても勇気が出なくてな。それで友達は。奴は助かったよ。だが俺は研究医療に職を変えた。だってそうだろう、俺は臨床医として奴の信頼を裏切っちまったんだ。あの時手術をする勇気があったなら、今更後悔しても遅いけどな。信頼と勇気。おう、それだ。クレバー号はどこへ行こうとしてる。助動システムがあります。あの体を維持するためには大量のエネルギーが必要だろうから。助動システムが破壊されたら大変な被害が。その前にぶっ潰してやる。僕も行きます。おセンチな同情はなしだ。それでもいいのか。Thank you.
武蔵、攻撃を開始するぞ。僕にチャンスをください。失敗した時には僕自身の手でクレバー号を破壊します。クレバー号から離れて。クレバー号を攻撃すれば武蔵まで巻き込んじまう。以前見せた奇跡の力でカオスヘイターを取り除くことはやはり無理なの。ミクロな回路にしかも強力に取り付いているカオスヘイターはコスモスの力を使っても取り除けないのかも。エクリプスの力をコズミウム光線を集中させ、何事も恐れず最大のパワーで打ち込む。僕の楽しかったあの日々よ。ウルトラマンコスモスは優しさから強さへ、そして勇気のモードエクリプスへ変身するのだ。あれは奇跡の力。
ゴン、今から君の中のカオセッターを撃つ。僕を信じてくれ。あの一点にコズミウム光線を集中すれば、クレバー号。ゴーン！ありがとう、ゴーン。君は身をもって僕に教えてくれたんだね。信頼と勇気の大切さを。訪れた武蔵、新型強力麻酔弾ドリームスリープの実験を以前保護した怪獣たちで行わなければならない。そんな中、猛烈に荒れ狂うゴルメデベーターが出現。エネルギーを吸収しパワーアップを続けるその秘密とは何か。次回、ウルトラマンコスモス悪夢の実験。